重いゴンドラ。星の星やないか。ちょっと待って、この体力の差なんやねん。なんやろ。じゃあない、日頃の行いの差やな、これ。はい、まあ、ということで、まあ、そうな。ブルーホースでございます。やっていきましょうか。はい、今回もね、トロバコ君とね、やっていこうか。ワニワニパニック。こいつらも BSA なの？ BSA、そう考えたらさ、めっちゃ投入されてるよな、これ。これ何舞台なの？デルタチームちゃうよな。アルファでもないやろ？だってほら、だから投入されたやつらはさ、やったっけ？泥酔してさ、ああ、それがデルタチームやからな。そう、もう全部アル中で倒れてったから。こいつらここ登ってくれるの？確か。だから、遠巻きのやつらはよろしくっす。俺はここを登らせないように頑張るわって思ったら、言ってくれてた。どこ？許した。ああ、よかった、まだ降りてなかったか。どこの、あれか。めっちゃ登ってきてんねんけどな。おい、ちょっと、はい、お帰りです。お客さんお帰りだよ。いい、お客さんお帰りだよ。降りる。まだ飛び降りない。飛び上がってきた。陣地打ったら気持ちよくて行っちゃった。ツッコミの速さに定評がある。何やったっけ、ツッコミの速さに定評がある。何やったっけ、知らん、なんか知らんぞ。ほら、な、なん、つもり言ったんなんちゃかう？ほら、なんとかの速さに定評があるみたいなさ、なんか、キャラが、あった気がするんやけど、何やったっよけくな。あるか。そう。全然切れてへんのか。ああ、あれや、守備の、高さに定評のある池上や。よクリティカルスナイプ。ろしく。だから、なんかマトリックスしてるやつやったわ。エッドレックス、ロボレーション。レザレクションまた見てないんだよな。早く見たいな。ちょっと構え。奥からめっちゃ走ってきてるわ。奥から来てる。奥から来てるけど、奥から、奥開いてんのか。開こうとしたら閉まるのか、あれじゃ。こっちね。あ、サンキュー。ごめん。あ、おいで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 、パンダ。人気やな、走る幅跳び。首ねんね。おおおおおお、なんかすごい。アドベンチャーワールドや。ん？ああ、お前元気やな。アドベンチャーワールド。リンリンランラン。ルンルンチンチン。で、あ、やった。なんか食感もすごい増えてる。ただ回復がなくなっちゃった。ほんまに。で、あと、ちょっと、秘書、あざっす。2つあったからね。私がやられてかけたときに回復してもらう目的で渡してる。うーけど。そう、危ねえ。で、足癖悪。余裕ある。あいつだけ遠距離でさっき。あ、前かさっき言ってきすたな。ーごい上から飛んできてる。奥もおるな。あいつか。あざすあざす。よいしょー。あー、なんか酔っ払いが。包茎って言った。あれあれ。おお。これワニに食われんじゃん。あれ、食われたあれはなんか。からもう来てないかな。で、お前は普通に登ってくんの。ライフプレイってできたっけ？できるけど。あ、でもこいつらあれか、意味ないんか、飛び越えてくるもんな、本当に。よいしょっと、もうちょっと死んじゃった。あ、ちょ、ペル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 。どうする？はい。こっちで来るかやな、これは。めっちゃ煽られてる、ゴーゴー言われてる。すごいかすかにゴーゴー聞こえる。
進まない。進んでるこれ。おっそ。あ、じゃあ進んでるのか。びっくりしたびっくりした。すごい試されてる。最初はめちゃくちゃじらさせていただいたけど。ですよねですよね。めんどくさくなって。うん、早くしよう。おおおおおおお。ほらほら。なんかあの一匹だけ主みたいなのが飼ってあるかな。ほんまにしかおらんのか。そうやろ。これえそれさごめんあの煽る意味じゃなくて真剣な質問なんやけど本気、うん？本気っていうか結構ね痛いし、うん、結構釣ってきてんだよ年かもしれへん。マジか。よいしょっと。しか2回連続くらいで来なかったっけ？ま、もうちょっとスピード上げると、あーでも、はい、これ確かにな確かにな分かるで分かるで、シュ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 、いきいきいき、オッケーオッケーオッケー、終わり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 。この間さマリオパーティーの実況撮ったんよ。あーはいはい。でさあのミニゲームアイランドやっけ、なんかあのほらミニゲームを一人でクリアしていくやつ、うん、をやったんやけど、4ステージ目がマリオボートじゃなくてマリオボートか忘れたけど、あの1対3でさコントローラースティックグリグリ回すやつ。あーなんかわかるような。そうワンだよね。ワンワンワン。あれな開始5秒でなこうベロベロなった。あー一瞬で。そう今豆やばいもん。スキップな。あ、いや別に倒さんでよかったけど、いつもの癖で押しちゃっただけ。ああ、そういうことね、ごめんごめん。まあ、さ、面白いのがさ、マリオパーティー1、64の時にはさ、表記がなかったのは当然ないけどさ、スイッチで開けた時さ、コントローラースティックをやる時は、なんかあの手の、あの、皮の薄いところでは回さないでくださいって書いてさ、注意書きが出てきてさ、もう、もろもろ手の薄いところでやってさ、もう、手のど真ん中がさ、皮ベロンになってるからさ、娘ちゃんもさ、それを見せたらさ、痛そうって言ってきてさ、2歳児が痛そうっていうくらいやから。うわ。出しちゃったわ。そうごたま。開始5秒で皮ベロンは、64のスティックよりもだからやられてるってことやな。びっくりしたわあれマジで。スイッチのやつ？スイッチのあのこれプロコンって言ったらいいの？この。ああコントローラー買ったんだ。買った買った。だから嫁さんがさスプラトゥーンやるのに、あの普通のコントローラーだったらちょっとやりにくいって言って、こんな買ったらええやんと思って、なんか7000円くらいしたんかこれ。結構するよな7000円って。昇進ポイント余ってたからどうぞって。なんかさ。なんか待ち方スタイリッシュやねんけど、このクリス。なんか、もたれかかってんぞ。どうせやろ。いる。なんだ、腹立つな。芝の方を見たいけど見られへんな、残念やな。ちょっと一瞬見えたわ。一瞬見えた。スクショしといて。あっす。あっす、見せへんけどな、別に。さあ。あーってスケさん拡散か。こっからなんだよな。ここつらいよな。あーこれ雑魚敵だけ先倒して、あのなんかピンクか青のオカマちゃん、おすぎとピークを倒したらいいんか。シューズをさあんなブランブラン持ちながら行くもんかね。危ねえ危ねえ、遅かった。いいよ、もったいないし。今日やったか。まあ一発外したしな、早速。こっちにいなかったっけ。降りたら出てくれな。俺が行こうか。でも行ってるし。いやもう二人で行こう。あはーい。じゃないと。オールニャットピンパンチ。そうそり立つ。あ、ちょ、何、一発目をお見舞いしたい。
よいしょと、お踏みます。どれ、おう。あれ、俺のパンチされたんや。誰だ外した。ちょ、えい。なんでお前一回倒れた。あ、なんかものすごいアイテムの位置がむちゃくちゃなった。やばい。シュバー。どう反応したらいい？シャバシャバキノコってどういうキノコ？それ、あの水が強すぎるカレーに浸かりすぎたキノコ。登るな。結構さ、カレーって作るの大変よ。あれむずいよな。嫁さんがさ、コクマロを作るとさ、めっちゃ上手やねん。あのトロトロ加減がうまい感じでさ。あ、そうだ。そこ、いや、単純に食材切るのがめんどくさいなっていう。ま、俺あの史上最強にめんどくさいのが餃子。あ、まあ餃子は包むのが一番時間かかるわ。刻むのな。あ、まあ刻むのも確かにそうやわ。刻むもすっげえ大変。あの、ブンブンチョッパーご存知？なんかあるのは聞いたことあるけど、結局借金で探してもようわからんかったやつやな。金にはないんちゃうかな。俺買った時も多分ね、900円くらいしたかな。でもなんかあの何やっけ、3コインズとかにもあるらしいけど。あ、インディジョーンズしてくるわ。チュルチュー。インディジョーンズにこんなシーンあったかって言ったらないけど。ここから出てくんだよ。そう私らの後ろついてきたんやな。そうでも扉入ることができへんかったから残念。めっちゃこっち見てる。どこ行った？いや、下で今もだえてる。もだえてんの？上がっていったらすぐ爆発していただいて。ヘイトこっちに向いてる。あ、そっちに向いてるか。おおよいしょと。これ今来てくれてる？来てないよね。うん、ライブでずっと狙ってる。オッケー。おう、これ多分切られたら終わるな。そうじゃ。うん、私がギリギリのところに今ヘッドショットしてるからな。おー、サンキュー。よし。確定では当てられるの。これあれ復活するもしかして。うん、今のダウル方復活するで。ですよね。アイテム拾ったら。拾ったらだよね。拾わなかったら大丈夫。これでも時間差で来るとか。わかんないからね。ああ、でもだって普通にさ、俺の画面で見たらさ、チェーンソー回ってんのよ。チェーンソーうまい。おお、待ってましたよ。そう、それっつって。よし。取り方ってね。あ、だめだ。これどこ行った？あー、やばい。すごい重いスイッチが。どこ行った？あー、もうなんか暴れ散らかしてんな。あー、オッケー、サンキュー。もうライフルがねえでよ。そうやな。ライフル使う場面ってあるか？この後。この後はないな。この後狙ってる暇がないんですよ。この後、あ、でも別にそことか行っていいで、俺一人で普通に行ってたらだけの話だから。なんか木箱落ちてきた。あ、だらって。で、あ、なんかショットガンがすごい潤ってた。え、マジ？どっから狙う感じ？いや、まあ最初の数発くらいは。あ、オッケー。開けるタイミングで出てきよるからな。よいしょっと。こんなに重いのかな、この感じ。パッと。オッケー。逃げます。
あーざっさ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 。エロプリショッター。はい。ありがとうありがとうありがとう。またね、すごいね、スイッチが重くなってさ。よいしょ。いいよ、いい。よいしょ、よし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 。感じと思ったけど、すっげえ重いな。やべ、逃げろ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 。逃げろ、逃げろ、パンス！オッケー、フック。あ、逃げる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 。よい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 よ。ああ、いつの間にかそんな近くにいてくれたのね。えっ？おぉ。あれ、ちょっと待って、あれだな。見てくれよ。すっごい丁寧に。あら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 あれ？もうちょっと使い切った。違う、なんかめっちゃ回復させようとした。あ、ありがとう。こいつは一発ない。ダサいね。パンツ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 が降りてきた。分かった、空からパンツが。落とせたっけ？シックスの時落とせたっけ？やばい。おうおう。超。あ、いいね。はい、ないね。見ます。頭いらないってこいつら。いらないよ。めっちゃいるわ。うわ、めっちゃいる。オッケー、さーてと、キング牧師登場やな。ありがとう。めっちゃくれる。だって、一気に冷えてやがる。カモン。シェイシェイ。圧倒的シェイシェイ。どんなシェイシェイやねん。何や、飲酒新刊のそのくらいの時代からなんか俺言ってくれるみたい。春秋戦国時代か。中国歴。飲酒新刊、飲酒新刊。忘れた、もうリズムで覚えてたのにな。だってさ、せっかく世界史って音で覚えられるやんつって世界史に行ったのに、中国でめちゃくちゃ漢字覚えさせられるやん。これね、もうカタカナがさ、ダメで、ヨーロッパのさ、どこどこ南西、どこどこ南西とかっていうのがもう全く区別つかんかったもん。お前は何人なの？フランス？イギリス？何やったっけな、イギリスの流れ。ジェームズ、ジェームズ、トーマス、トーマス、ジェームズって言ったっけな。トーマスではないな。トーマス、イギリスの名前じゃねえもんな。もうあれやん、もうみんなボンド、ボンドでやん、ボンドで。せめてその、ジェーム、あいつなったら来る、ゴールデン。本番もう2023年あと2ヶ月で終わるぞ。今月か来月来へんかったらもう終わりやぞ。ほんで何の話してんねやこいつら。そこに来る人の中身がいたんやな。どこや。そうそうそう。やな、うん、マリオパーティー3はな、追加されとったな。うん、マリオパーティーはね、3作品とも出るって言ってたけど、マリオパーティー2をさ、一人でパーティーゲームやったりとか、この間そのピーチ、ワリオ、ドンキー、コンピューターで、まあマリオでやったりとか、なんかね、みんながスターを一個ずつ持って、ワリオだけスター2枚持ってる時があってさ、なぜかピーチさ、俺のスター奪ってきてんけど、なんかすごいいじめられた。で俺からうんかいみたいな、あれ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 、それカモンじゃなくて助けた、助けてようと思ったら捕まれてる、よく助けられてる。
ほいっと、めっちゃセクハラしてて。違う、おっちゃんがめっちゃ恐れてる。おい、お前いいもん、いじってんじゃねえか、何やってんだよ。あれっすよな、最新のテクノロジーに溢れておきたい系女子なんやろな。女子あ、ごめん、女子か。おう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 。はよ仕事せえ、お前は。これで第一陣終了か。まだいる？いじめるから。反応しちゃうからな、このおっちゃん。そう。ビク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 反応しちゃうから。やっぱ思春期やったから。こっちいくつやったっけ、ジョッシュって。知らん、クリスより若いんかな。思っててんけどな、どうなんやろ。シェパーが24歳だ。3か3かな。ジル一緒か、あの当時のジルかな。35歳やからな、33歳やからな。これやばい、女子が出ってる。おう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 、まさかのここでこういうのをやってる時ってさ、もう少しだとかって言うけどさ、なんでわかんのって思うねん。あ、いや、まあプロ。プロやから。プログラムを見たらなんとなくわかるかもしれない。てあっちゃ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 、あれお前、なんで切られた。あ、ボブ。そう、ボブ来てたのよ。あのね、窓の外でボムがね、なんかね、すごいね、羨ましそうにこっちを見てたんやけど、どうしようかな。マシンガンも全然なかった。さすがに持ってっとこう。ライフルはいいか。いるかな。こいつがいらんわ。あ、これでいくか。オッケー、フッキー。わ、すげえ、ポンプ嵐や。違う、もうね、あのね、非常に無駄なね、弾を拾ってしまってですね。ブラックしてるかな。スコップ危ないぞ。スコップで刺してきたらさすがに危ないな。ホームアロンか。ワンや、うん、まあ。おじいさんの敵やろ。来月くらいまた放送するから見てや。あ、ほんま。なんかさ、最近さ、Facebook のさ、あの動画の中にさ、すげえホームアローンが入ってくるんだよ。ああ、そろそろ季節やからな。で、そのほら、あの金曜ロードショーで放映されてない、カットされてるやつ、ああ、かも入ってくるから、あ、こんなそのいたずらあったんやみたいな。全然盛り上がらへんと。頑張ろうぜ。そんなこと言わなくても今戦ってんだよ。ホームアローンって面白いよねって。あの地味にあのワンに出てくるさ、あの攻撃力高くない、空港のお姉ちゃんの声がミサイさんなんやな。ああ、そう出た、サップ来た。カップ来たね。いいと、あれ頭を飛ばへん。あっちゃ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 。こんな飛び方する？おお。やばい。サップがあれやな、あの雷神に出てる雷神。あ、2体もいたっけ。うん、ここ2体か。で、全く同じようなサップで倒れた。気がついたかな。早く行かないとあれやな、女子がぶち切れるな。ごめん、そんなゴーゴー言わんといてええや。
捨てんのわしやん。これな、プロやとな、女子が先行して瞬殺されるからな。あ、そうなん。プロすんなやつ。いやいや、おっさん何してんねんって話。入って、嘘やん、当たんのか、今のカラッツ。ノリ。首になったな。クビになったの初乗り38年ぶりやから取り壊してくれっつってだな道頓堀事件。ああ奇跡のってなんでやねん。あれあのあれリーグ優勝の時の子なんだけどな。あそっか。あおジョッシュのジョッシュパンチ、ジョッシュパンチマジで強いよな。ジョッシュって、いいじゃないけど、なんか、タイピングが出てる。なんか、いつの間にかパンチ式爆弾を手に入れてる。開けとく？手厚くやろ。ジョッシュは、キワ。続報6歳。YouTube、なんとかかんとかかんとか。ぶち破ったら、今度あれやろな。入ってくるのかな。あれ。もう目の前にいた。早かった。ちょっと待って。オッケー、危ない危ない。時間かす。姉さんお姉さん、パンツ見せて。今日何色のパンツ履いてんの？仕掛けたいやつ、ちょっとちゃうやつ倒してみて。ぶち殺す？殺したわ。でも蘇ってくるな。行ってくるわ。行ってくれるんや。よし、復活してるぞ。早登って。急げ。切り構うな、その通り。よし。どっちかが入ればいける。ああ、そういうことなんや。一人だけか。なんか思ってた以上にすんなり行ってる気がする。前のチャプターと比べて。女子バグ死なんかったからな。やな。女子が死ぬともめんどくさいな。ベテランで死ぬ印象あんまないけどな。ベテランはね、プロやとワンパンやからさ、あのダイイング状態になれへんからこいっちゃ。ああ、でも腹抱える場面もなかったからそんなにあれやな。だから大丈夫そうやったな。結果的には。ああ、もうちょっと攻撃したくなかったな。あ、出た、バイオあるある。一回呼び止めて気をつけ。ああ、あるある。うん。バイオ6、何回そのシーンを見たかってね。クリス。信じてるぞ。と言われたクリスは今のこのシーンでもあるけど、乳首折ったってこと。変に興奮してらっしゃる。もうガラ空きなんやからさ、やつらも来たらやるのこっちから。わざわざ乗り越えてたのにな。あ、消えたで一気に。来たよな。まあいいか。ああどうしよう、ハーブ組み合わせしようかな。緑緑？うん。でも使うとしたら先に赤緑の方だから、まあいいんちゃう。あーでここが結構時間の勝負っすよね。焼夷弾うまく使わなあかんな。トカゲかな。レッド、グリーン、あ、ブルーがないやん。ブルーがな、もう首になっちゃったからな。何ブルー、レッドをグリーンっていうのはそっから取ってきてんの？うわ、ブルーハーブとか。黄色もあるしな。完全にポケモンからパクってんな、じゃあ。いや、あの単純な色のあれやわ。別にポケモンから取ってへん。え、だって96年発売で96年題材？うん。バイオは98年やな。
96年発売の98年を舞台にした。98年発売の96年舞台やな。あのバイオは96年発売で98年が舞台ですね。なんか初代の時96年じゃなかったっけ。そうだけ、だけど結局まあリメイクとかなんかまあいろいろ痛いの起こらないで、そんななんかいろいろあって、あの時系列の見直しで98年の7月25やったかなが洋館事件、なんかそんな設定。じゃあ樽の破壊は任せるんで、私エンブレム破壊に行きますわ。はいはいはい。エンブレムここ2個出てきた。どこだっけ。1個しかわかんないな。あいつこんなんかサングラスさしてたの。話聞いてなかった。全然話聞いて。あいつか。今の船そんなでかなかったよね。いつ乗り換えたの。わからん。あ、持ち乗り換えたんじゃない。あれちゃう、あのウイルス打ったらさ、アービングもさめっちゃでかくなったやん。船にも打ったんちゃう。待ってね、一旦リスタートします。プロバコさんが離脱しました。ほんで、ほんであのしかもまたあの回復してくれてたわ。どうしよう、焼夷弾一発持ってってた方がいいよな。帰り、勝ちてないけど。配合1000、あと80足りへんよ。はい、おいで。帰り待ってたよ。これ外して、これも外しちゃおう。ライフルは、ライフル、ライフル、ライフル使う道ないかもしれん。どうする、ライフル、恨んで強化してんね。大体の敵ワンパンできるから今の火力やった。あれ威力が一番強いのはでもあれやな、ボルト式やつやな。のはず。やんな。うん。まあ暴れん坊将軍やけど使いやすいのはドラグの威力的に攻めようってやし、反対側あの広さやったらここにつけてくれてもええやない。まあそれな、進化、そっか、その中にあるの。戦ってる暇ない強い。やばいやばいやばい、今黒たら、今黒たら死ぬ、今黒たら死ぬ、黒たらを置いてかれる秘書に、あなたのスケジュールに合わせられませんっつって、いて後ろに当たってた。そういうことも。燃えろ燃えろ、いいストレートパンツ。もう距離、あ大丈夫やな。YouTube。くなった。あ、ちゃ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 。二人に助けられて、こいつもあれやな。贅沢やな。痛い！お前が来るなってか。帰れって。最後の最後に仲間に裏切られた。いて。テレレ。やったけ、そのテレレって。いや、わからん。わからんのかい。適当に言えたけども。ドラクエのなんかのダメージを食らった時の音みたいな。FF やな。あれ FF、 ごめん、 FF7 のさリメイクってま2まで出てんの。いや2がもうすぐ出る、来年2がもうすぐ出んの。うん、ユフィとかのやつ。まあミッドガル脱出後やから、まあユフィも出てくるかな。で、ヴィンセントまで出てくるはずやぞ。おお。シド出るんかな。ちょっとちゃんと。シドの方が後なんや。いやできた。すげえな。あでも2体しか倒してない。すげえな。命中率低く。スよりも早いやん。
方はならないの。あ、いいの。あ、いやいや、とりあえず進んだだけ。はい、じゃあね、まあ、相変わらず兄弟のたわいのない会話を聞いてもらいながらね、実況をお届けしましたが、楽しんでいただけたでしょうか。ということでね、今回チャプター 3-2 クリアしたということで、次回はね、アービーボコボコ編ということでやっていけたらなというふうに思う。まあ、ネタバレ大関係やからね。まあ変やろということで。ということで、一旦ね、この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。